皆さんこんにちは。こんにちは。ダイソーに買い物に行ったらこんなのがあったから買ってきたのだ。ご飯が炊ける炊飯袋。キャンプ道具売り場にあったのだ。10枚入りで定価100円、日本製なのだ。沸騰したお湯に入れるだけなんだ。袋で炊けるって書いてあったからジップロック的なやつかなって思ってたんだけど違ったのだ。ビニール袋じゃないの。後で実物を見てもらうんだけど、お茶っ葉を入れるパックにそっくりなのだ。これのことかしら。のだのだ。米を袋に入れたらもみ洗いをして、沸騰したお湯の中に15分から20分、蓋をせずに湯炊きするのだ。時間になったら取り出して、鍋で蒸らすのだ。15分から20分、思ったより時間はかかるのね。ワンポイントアドバイスも確認。時間はかかるけどなんとかできそうなのだ。重さは 16g、軽いからこんなもんだね。中にはマスクくらいの大きさのパックが入ってたのだ。お茶パックがそのまま大きくなった感じね。しっかりサイズも測っておこっか。横15センチ、縦 10.5 センチね。袋の上を切るとお米の量が書いてあるとこを切っちゃうんだね。じゃあ実際に使ってみるね。適量ってどれくらいなのかしら。書いてあるのは 75g と 100g だから、ここが推奨量になるんじゃないかな。ちょっと少なすぎるから今回は 150g でやっていくのだ。普通に入れたんだけど少しこぼれちゃったのだ。容器の端から落ちてるわね。ちょっとずつ入れた方がいいね。上の二重になってるところを裏返して袋を閉じるのだ。袋には余裕があるわね。炊き上がりは 2.2 から 2.3 倍の重さになるからちょっと心配だね。お米を洗うんだ。ワンポイントアドバイスに書いてあるからやっておくのだ。実際にやってみると結構水を使うよ。普通に洗うのと変わらないわね。鍋にお湯を沸かしてここにブツを入れていくのだ。お米がこぼれたりしないのかしら。どうだろう。このまま蓋をせずに10分湯炊きするのだ。時間になったわね。もう良さそうだね。取り出そっか。これからどうするの。お湯を切って他の鍋に入れ蓋をして蒸らすのだ。普通にお米を炊くのと似てるわね。これも15分から20分だって。ちゃんとできたかしら。水を吸った分膨らんでるね。重さは 345g だから 2.3 倍の重さになったのだ。早速食べてみましょう。袋に入ったままの形をしてるわね。 150g は入れすぎだったかも。みちっと詰まってるけどスプーンで簡単にほぐれるのだ。見た目は普通のご飯だけど味はどうかしら。食べる分だけ取って。いただきます。はいどうぞ。表面は粘っていて中は芯がある感じ。合わさるとネバネバしてでんぷん質がすごいのだ。硬くて失敗するのと柔らかくて失敗するのが合わさってるのだ。つまり大失敗ってわけね。蓋をしなかったじゃない。鍋のお湯が蒸発してムラができたのかも。お米の量が多かったのも原因かしら。今回炊いたご飯の星評価は2なんだけど、調理方法が悪かったのは捨てきれないから2分の1号で再挑戦なのだ。これなら適正量だから本当の実力がわかるわね。じゃあ袋の中に米を入れるのだ。今回はかなり余裕があるわね。上の部分を返して蓋をするのだ。こんなもんでいいかな。そんでもって水で袋ごと洗ってお湯の中に投入。今回はちゃんとお湯の中に全部使ってるわね。20分茹でたから取り出して鍋に入れて蓋をして蒸らすのだ。お湯が白く濁ってるわね。出来上がったブツがこれになるのだ。袋には余裕があったけどちゃんとできてるのかしら。最初より炊き上がった感じはするね。しっかりほぐして食べてみるのだ。今回はちゃんと炊けたかしら。
ご飯の形はしてるのに味が抜けておかゆっぽいのだ。味が抜けた？炊き上がったご飯って甘いとこあるじゃない。あれがスカッと抜けてるのだ。でもおかゆのような柔らかさじゃないし、おかゆより抜けてる味なのだ。すごくまずいってこと？まずいには違いないんだけど、焦げてまずい、硬くてまずいとかじゃなく、無でまずいって感じだね。無。時間はかかるし、水は普通に使う。鍋も汚れて味がまずい。一つもいいところがないのだ。一つもないね。お茶や出汁袋として使うのがいいと思うのだ。じゃあ星評価は？星1だね。星0でもいいのだ。0。少なくとも防災グッズには絶対向かないよ。なんて言えばいいかわからないから、今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。